4コーナーのカーブ、残り400を切って先頭、ここで8番の人生前へ出てきました。これをめがけて12番アナベルエクラ接近、4コーナーから直線、うちに6番のグラスは3番手になりました。その後ろ離れて13番オールディスデュースブラン4番手、200を切って先頭入れ替わって抜けた。12番アナベルエクラ、2馬身3馬身と突き放しにかかる。2番手は人生が粘るところに13番オールディスブランフィオリトゥーラ接近、アナベルエクラ快勝ゴールイン。2着は8番の人生粘ったか、外は13番オールディスブラン。この2頭内外離れて接戦となっています。この一角外寄りに11番ロクシアスがいて、インコースに1番のオルデラン、さかなく5番のスカイハイと13番アクシノス、長い直線コースに入ります。やや内を開けて7番のテリオスリル、リードは1馬身、追って9番コントライトが内、外に8番ポーナムと11番ロクシアス、前の馬を見て進路を探す1番のオルデラン、外からは追ってこようと5番のスカイハイと13番アクシノスです。内回りとの合流点を過ぎて7番テリオスリル、わずかに先頭を、これを追ってくる各馬、外から11番ロクシアス、間をさばいて9番コントライト、8番ポーダム、内から7番のテリオスリル、粘りに粘って2馬身のリード、追っていく11番ロクシアスと、そして9番のコントライト、足色が同じになった。先頭は突き放した7番のテリオスリル、リードを取る7番テリオスリル、デビュー勝ちのゴールイン。2着は9番コントライト、11番ロクシアス3番手、7番テリオスリル、戸崎啓太。4コーナーへ向かいます。そして外からスーッと上がってきました5番のツェドーロ、3番手から2番手を伺います。第4コーナーをカーブ、内をついているのは3番アスロス、今直線コースに向かいました。さあ8番スプリングノバ逃げる、リードが3馬身ある。追い込んでくる内から3番アスロス、2番手3番手には5番のノッツェドーロの体勢、追い込んできた13番ベルフィーの3番手まで上がれるか。先頭は8番のスプリングノバ、スプリングノバ逃げ切って今ゴールイン。2番手3番アスロス、3番手は接戦、内5番ノッツェドーロ、差を詰めた外13番ベルフィーヌ、3番手4番手は並んでいます。内を狙っているのは1番のワキノルーチェ、その後ろ11番のカルチャーデーは進路を探しながら外に出した。残りあと 150m で6番のエルプロフェッサー、外から13番のロードマイライク、11番のカルチャーデー、前が空いて一気に伸びてきた。11番のカルチャーデーだ、カルチャーデー先頭、13番ロードマイライク2番手ゴールイン。11番のカルチャーデーデビュー勝ち、13番のロードマイライク2着、あと3着は6番エルプロフェッサー、2番の名将ハッブル、3着争いは接戦です。3番手大外を通って5番ベローチェラが上がって、現在単独3番手。さあ残り 200m、 粘る4番クラウンクーロンですが、かわして1番キャントウェイト、先頭に変わった。外は5番ベローチェラ、3番手から2番手に上がってくる。その後ろに6番のテリオスサラ、先頭は1番のキャントウェイト、1番キャントウェイトデビュー勝ち終わり。2着は5番ベローチェラ、3着は2頭接戦、6番テリオスサラと3番アルテアシップの2頭。ここで先頭イサシルシーサイドに変わって2番手7番シアブリスが並びかけようとしている。3番手争いからはワールドシリーズ15番のステラベルで、外からは17番のいつもニコニコ追い上げる。先頭は5番のイサシルシーサイド、並びかける7番のシアブリス、内外離れていますが、わずかにイサシルシーサイドか、いや並んだぞゴールイン。5番イサシルシーサイド、7番シアブリス、最後の最後で並びました。時計は1分23秒7。